本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。スマホのバッテリーってすぐなくなってしまいますよね。特に外出先で困りませんか？今回はこれ一つ持っていれば長期間バッテリーに困らないオニコスパの大容量バッテリーを紹介します。台風の儀、こちらでございます。表裏タイプ C USB ケーブル、収納ポーチ、取説、後ろに日本語のページがございます。そして本体オープン、こちらでございます。重さ 590g、 約 16.5 8cm、 3cm、 大容量なので結構ずしっときます。これくらいの大きさです。外側すごいツルツルな素材、こちら液晶、電源ボタン、今 78% ございます。こちらのバッテリー大容量 27,000mAh、 超大容量のため使い方にもよりますが1週間程度長持ちします。例えば iPhone8 から14、こちらは5回から8回、サムシングギャラクシーシリーズ4回から6回、 iPad Air 2回ほどフル充電ができます。2つの入力と4つの出力、このバッテリー速度を犠牲にすることなく同時に4つのデバイスを高速充電することができます。マイクロ USB、 USB Type C の2つの入力ポートが搭載、どちらを選んでもバッテリーは充電できます。 USB Type C は入力と出力どちらも対応、3つの USB A と1つの USB Type C ポートは単一のポートを通じて Type C を充電、パワフルな 20W PD と QC 3.0 出力によって充電時間を短縮し、3500mAh のスマホ充電 60% までを約30分で充電することができます。 LED ディスプレイで残量を確認。こちら本体なんですけども、ここに電源のボタンがありまして、こちらを押すことによってここ今のバッテリー残量がわかります。押します。このような形でリアルタイムで表示してくれます。いかがだったでしょうか。このバッテリー超大容量というわけで重さはずっしりとしておりますが、こちら一つあるだけでバッテリーが足りなくなる瞬間、スマホの充電が少なくなっていく不安感がなくなり、心のゆとりを感じることができる超大容量のモバイルバッテリーでございます。個人的にはこのバッテリー日常使いというよりカバンに入れるとかなり重さを感じるので、長期の旅行のお供やあとは災害時の備えとしてもこちらとても活躍できるかと思いました。ちなみにポケットに入るかと言われると、尻ポケット、はい、入りますけども結構下がりますね。前ポケットも入らなくはないですけども、なかなか重たいです。ただし容量がすげー。あとここ2個とこちら3つありますので、複数の機器同時充電をしたい方にもとてもおすすめなバッテリーとなっております。この本体カラーバリエーションはこちらブラックとホワイトの2種類が展開されております。このバッテリー興味がありましたらぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。重量感はえぐいけど容量がやべ。本番いきます。よーい、充電が少なくなっていくと iPad Air 2つの入力と4つの出力、充電器、重量感えぐいけど、重量感えぐいからバッ強い。